よし、とりあえず準備できたんで、どうしようかね。電気とかね、どうなん、場所がまずわかんねえと始まんねえか。行くしかねえよな。用を探すために出ます。さあ、どこ？一番近い場所。引かれそう、ここ。用どこ？反応しねえ。あれ？あ、当たった。2キロ先。あ、でも向こうの方なんだ。とりあえず行ってみっか。行くしかねえよな。ん、もう1個。2.7キロ。あ、どっちがいいんだ。まあ、でも向こうか。石炭のさらに先ってことでしょ？あー、まあ、いいよ、いいよ。遠いなー。どうしよう。まあ、最悪もうあのまま天空の工場まで引くって感じかな。でもそれでも足んねえから、必要な分を持って帰ってきたいよね。最悪いくつ必要なんだ？研究に確かオベリスク50個って書いてあったから、こっちはねえか。50個って書いてあったから、これだね。50個ちょっと入れてみようか。はい。ブラックパウダー250。ブラックパウダー250ということは？かける、あ、でも500個か。硫黄500だったら、インベントリには入るか、最悪の場合。携帯、最高級あるから、これを複数番置いて、500個持って帰ってくるっていうのはありかもしれない。あと近くに石炭とかあれば、あれか、ロボステじゃなくて、なんだっけ、トラックステーションを置いてっていうこともできなくはないのか。で、あと、まあ、鋼のパイプとビーコンなんか、ビーコン。これが50本いる。まあ、でもこの辺は材料は近くにあるんで、足りないのはやっぱ硫黄だ。硫黄が500個ね。わかった。行こうか。さあ、とりあえず石炭のとこまで来たよ。で、硫黄が、まあ、もう陸がすぐじゃねえか。あの森の中かな。あっちの方、500メートル。ほうほうほう。あ、それ登ってた方がいいのか？いや。進んで、あ、ちょっとやばい。あ、なんか死にそうじゃない？いつの間にか。行くぞ。2キロ。まあこれだよね、硫黄。さあ、じゃあ、ここを、頑張れば電気引けるな。この辺はね、やられた覚えしかないから、ゆっくり気をつけていこう。これ一回倒したんだっけ？あ、なんかでもちょっと記憶にあるような、ないような。異様ね、異様。もうちょっとじゃん。電気引いてこれるな。あ、いけそういけそう。下るのかい、これ。あ、向こう？あれが近い。下か。あ、敵、いるね。俺、びっくりした。ちょっとやめて、こういうの。ただの木じゃねえか。びっくりした。異形の怪物かと思った。あれ、どこだ？近いの。うちち。あかん、いかん、いかんて、いかん、それいかんて、いかんて。いかんて、いかんて。
いかんていかんて。うちちち。障害物が多い。うち。一体。もう一個、はい。で。回復しとこう。そこ。こんなとこに硫黄があるんだね。おっと、硫黄、なるほどね。向こうの方でも光ったよね、今ね。300先と目の前、はい。あ、どうしよう。霧が深くてなんか。ノーマル。まだいそうだな。いた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 。いた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 。いた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 。あ、いっぱいいた。あいつもか。おい、あれ、これも2箇所ない、ここに。あれ、ノーマルとインピュアだ。まだいんのか。いた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 。逆回り。やめなさいやめなさい、レウスやめなさい。まだか。やめなさい。もういねえかな。とりあえず硫黄ビーコン、はい。サルファー、あれ、あ、ここか。サルファー、はい。でピックアップじゃねえの、これでいいのかだね。でどうしよう、引いてくる、それとも引いてこようか。電気その方が良さそうだね。インピュアだと1回で 1?1 だね。こっちはあれ、インピュアの方がダメなんだっけ。インピュアって不純って意味だっけ。そっかそっかそっか、ノーマルの方がいいんだね。そっかそっかそっか。2個ずつ掘れるので、どうしよう。マーク2置ける？マーク1を置くしかない。こっちだね。こんな感じにして、まあ貯めておくしかねえよな。はい、あれ、待ってね。で電気がないので引いてこう。おね、さあ石炭とこまで行けばいいんだよな。石炭があっちか、はい。頑張ろう。森の中を電柱が長すぎます。殴られないかな敵に。上行けかな。はい、長すぎます。角度が急すぎます。はい、ん、待て、角度角度、石炭向こう。角度が急すぎます。 OK、 あ、見えてきた見えてきたぞ。
あ、押し寄せたか。押してからか。あら、向こう渡れっかな。一個置いて行くぞ。ほっほっ、はい、ちょっとずつ。ありがとうございます。これをこう。お、びっくりした。もうビビりすぎ俺。なんかもうこっち側からもなんかあれが欲しいぐらいだね。いけないかな。ほっ、頼む頼む。はい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 、許されるね、これは。お貸しいただこう。よし。はい。で、これで向こう動き始めたんで、時が経てば、硫黄がどんどん溜まっていくんだけども、持ってくるとしたら、何がいいんだろう。トラクターなのか、レールなのか、レールつかのコンベアなのか、非常に迷うところ。難しいね。はい。で、とりあえず、まあ、500個貯まるまで待たなくっちゃならんのだけど、何にしようかな。あ、なんか奥まで行ってね、ちゃんと。あ、奥まで行くようになったのはなぜ？燃料発電機が頑張ってるから？かもしれない。まあ、とりあえず一回戻るか。あ、なんか嫌なのか。あ、違うか。止まってるんじゃないのね。キングクリムゾン双方。ちょっと違うか。はい。じゃ、一回戻ります。はい、戻り途中のお知らせですけども、どうせならば石英探せよっていう感じじゃないこれ。なので石英探そうぜ。未加工石英。どこ？お、近いじゃん。900、どっちがいいかな。行ってみっか、向こう。行くぞ。ジェイ。あ、いたいた。いただこう。サバもいる、これ。サバ発見。よし、行くぞ。で、石英。あれ？これが。まっすぐ。です。どうしよう、もう引いてっちゃう？引いてっちゃうか。どうやると引ける？引っかかんない？引っかかんないね。とりあえず見に行くか。石英。300、こっちの近いんだな。石英。消えちゃった。あ、ここ。トラクターの通り道だ。ああ。あ、トラクターってマップに出ないのかな？トラック。あ、トラクター。え、いるの？ここに。本当に？俺一回諦めたけどさ、これ。本当かなこれ。まあ、時間ができたらまた行くわ、じゃあ。まあ、とりあえず石英ね。お、あと100メートル。上かな？石英、石英、クォーツ。音楽が止まったりしてる。石英。121m 先。消えちゃった。おどな、毒ですよね。急に来たな。通った方がいい？通りますか、じゃあ。
おや？あれ？ん？この辺200、あれ？ここじゃねえの？210、ん？通り過ぎた？190、あれ？上、いや、地下、地下くせえな、地下だな、これ多分。どっかに入るところがあるのかな？地下、地下、地下、地下。地下？上だと思ったけど。あー、なんか開いてる、ここ。あ、そこに光ってる。結構地下だね。どっから行くんだ？これトラウマの場所じゃないの？俺の。あ、ここじゃねえな。あ、どうやって行くんだ？これは？どうだ？向こうかな、入り口じゃ。向こうの方とか。ちょっと待って、向こう、こっち一回見てみよう。これは？どうです。あ！びっくりした。急に来たな。ね、はい、入り口、入り口。あ、どこでしょうね。なんかあるでしょ、洞窟下の方。あそこ。うわ、どこどこどこ。入り口を探さねえと。変な風に回り込んで電線引くことになりそうだね。あそこにもいるな、一匹。逆側からとかか。とりあえずあいついただこう。このなんか坂ってさ、落下物1個取ったとこだよね。まあ、とりあえずあいついただこう。入り口を探さないとね。あそこにもいんな。あー、これ取ったやつだよな。もうとりあえず取るか。ん、いけそうかな。垂直に、ほい、無理やり。お、黄色？緑だ。どう見ても黄色なんだけどな。あれ、もう一匹いなかったっけ？どこだっけ？あっちか。あっちは違うんだよね。やっぱり探そう。石油探そう。入り口。向こうかな？山越えた向こう側かな？敵んな。これは？洞窟っぽいけど。いや、とりあえず向こう行こう。ほい、おのれ、相変わらず強えな。そこって言われてもな。どこかな？これ爆破したとこかな？あの、ナメクジ取るために。ここなんか割れ目があるけど。割れ目じゃなかったわ。
どっから行くんじゃ？あ、そこからか？ここっぽいね。あ、違うね。でもすごいくぼんでるからなんかありそうだよ。洞窟洞窟。あんなところにいるんだ、あいつ。なんかこの辺に入り口あるんじゃない？うん、入っていけそうだけど。敵おるよ。そこかな、入り口。なんかまたデザインが、本来なら海の底にありそうなやつなんだけどね、これ。なんだろうね、こう、地面が隆起して出てきたのかな。これは？まあ、石灰岩だろうな。はい。あっちかな？行ってみっか。どう見ても強いやつじゃん、もう。やりたくねえけど、後で後悔しそう。倒しとかないと。ぬ、ほい、ぬぬぬぬ、うら、よしよしよし。あれ、今やられた声出したよね、あなた。あれ、使い切った？いや、あるよ、あるはず、あるはず。はい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 。ぬぬ、うやべ、死ぬかもしれん。かなり食らった。はい、回復のあれ取った方がいいかもしんないね。なんだっけ、吸入器作った方がいいかもしれん。これ黄色だろ、さすがに。黄色だ。さあ、向こうじゃねえかと思うんだが。どこ、入り口。登ってっちゃうね。入り口がわかるスキャンとか欲しいな。ああ、ちげえな。ああ、ちげえな。どこだ、入り口。なんか変なとこ来たぞ。見たことない植物がいっぱい出てきた。わあ、どこだ。あいつがいる。おっと、これどこだ一体。まあでも軌道エレベーターはわかる。なんだ、変なとこ来たぞまた。いや、やっぱりちょっと追うよね。普通に追うよ。石英を追います。あっちです。体力やべえんで、必要なものは回収しとこう。ほう、敵おるし。こっちから来たんだもんね。向こう行くしかねえか。石英どこだ？向こうにもあんね。あれ、一匹？いや、なんか早くない？動き。こんな早かったっけ？いっぱいいんな。ん？倒した？倒したっぽい、今ので。
なんか変なとこ来たけど、結局って感じだな。うち。ああ、一周してきただけ。またあいついんな。ほいほいほい。うわ、本当に一周してきただけだ。どこ？わからんな。どこだろうね。違うとこ探した方がいいか、これ。なんか金色じゃない、こいつ。レア個体？ほい。ゴールデンメタル、みたいな。毒あるからさ、こういうところとかも怪しいよね。入り口があるんじゃなかろうかという。またこれレアじゃないじゃん、ゴールデンなんたらじゃん。倒した。いやー、いいか、100個持ってる。ほい。やっぱこの辺怪しいよね、ちょっとね。毒あるとか怪しいよね、さすがに。怪しくないよね、全然。どこ？おー、マジどこ？なんか、君たち守ってるんでしょ、きっと。石英を。石英の番人。うわー、どこだ？入り口。です。はい、もう一個どこだ。いや、ダメだな、見つからんな。洞窟。あれだよね、雲がいたところがやっぱ怪しいんだけど、あれってどこだっけ。この辺周り見てくしかねえか。こんな感じのやつだったんだけど、マップ見ればわかるか。石炭取った帰りだった気がするけど。あ、で、この状態で、石英を見た状態で、ここに出てくんない？あ、出てくん、あ、出た。おっと、これ海の中じゃん、ここ。わっ、そっちにもある。ここ行くか、じゃあ、しょうがない。もう一個の方、こっち。1.2 キロだけど。本当に？ちょっと待って。ほんとどこ？ 300 メートル。うん、これがこれでしょ？これがここで、この辺に出ると海の中、海の中っぽいね、これ。海の中どっかに入り口が。よし、もう一回行くぞ。なんか分かってきたぞ。海の底じゃね？